仲間と極限バトル、イエーイ。さあ、ということで、こちら、極限に辛いプチシューを絶対に誰か一人食べなくてはいけません。普段ね、まあ今日もそうでしたよ。みんなでわわわわぐだぐだ慣れ合いで、してる皆さんに試練でございます。これから制限時間3分間あげますんで、この中で一人だけ、プチシューを食べる人を話し合いで決めてください。一人が全部だけ。いや、一人ちょっとまず聞かないで。説明して途中だから。ガシガシ君だから。3分間のうちにこの中で私が食べます、じゃああなたですとかどういう話し合いでもいいんで、一人出したらその人だけ食べる。もし3分間のうちに決まらなかったら全員食べてます。だから一人を決めるか、決まんなかったら全員が食べる。さてどうするかということでございます。いや一つじゃない、そう一人が全部食べる。もう積極しよう。ダメですよ。さあどのくらい辛いかを最初にズドンさんごめんなさい食べてリアクションがしめな感じでお願いします。あ、そういうことか。じゃあ俺が食べます。一発もう用意されてんだね。今回の前回と違くて何の水も用意されてない。大人は余裕ですよね。だから大人の偏見が大人は辛さ感じないみたいな。俺辛いがダメなの。ココイスとかもゼロ辛い。同じです。もう力とかに、だからあの課金とか意味わかんないじゃん。ダスで辛さでとか。臭いやつ。辛いやつ。辛い匂いする。じゃあちょっとどんなもんかいきたいと思います。あ、意外と、やっぱ大人はすごい。でもこれし、めっちゃ落ちた。これ新しいやつだ。徐々に来るやつ。ダメだ。一気に来ないやつ。ああ、これ水ホッス。水ホッス。じゃあこれ後から来る。まくる。なんか俺ろからみたいになってる。まくる。こうくる。一気にこうくらいでこうくる。まくる。あ、これまずい。これはちょっと辛い。あ、ずっと大きく。じゃあ、辛い。さあ、じゃあこれを一人3分間時間あげますんで、話し合いで決めてください。一人3分間。一人3分間って何？3分間で一人決めなさって。こっち辛いんだから。だからまあ、まくる。じわるね。じゃあ3分間で決めてください。決まんなかったら全員食べます。やべやべやべ。さあ行きます。じゃあ時間を計ってください。それでは行きましょう。3分間の試合スタート。無理です、無理です。無理です。辛いの無理な人。辛い。はい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 。今行ける雰囲気だって。辛いの、え、じゃあどうしようか。全員食べる。なんでなんでなんで。決まんなかったら全員ですよ。やばい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 。え、どうする？本当にかき粉でしか食べれない辛いの。かき火より、かき火より、かき火も無理、かき火も無理。あれ、一番、え、どうするか。どうする？本当に無理。全員食べるよ。やばい、お腹空いちゃう。さあ、時間がついちゃうんですよ。話し合いですからね。じゃんけん NG ですよ。話し合いでください。
さんが仕切ってこういろいろ取り持つのか、犠牲愛で私が行くというのか。ママ、ナナ、ママ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 、みんなよ。残り1分。やばいやばい。やばい、これはダメよ。姉さん方って言っちゃったらもう私たちしかいないわよ。ベタなお姉さん登場してきた。さあ残り4分。よかった。中学生はやっぱり中学生に食べさせるわけにはいかん。やっぱりちょっと前まで中学生どうしようか。さあ30秒切りましたよ。やばい時間になってきて、やばい。ちなみに行きたい人何か言ってんじゃねえか。なんでで決めて誰が食べるか決まったでしょうか。はい、いいですか。こっちに向かってね、こっちに向かってね、いいですね。いいですか。もう一度おさらいしますよ。3分間で決めてくださいという、特に揉めもなく盛り上がりもなく、結局へーへーボンボンと誰も立候補せず、しょうもないオチで終わって全員が食べる。あんだけ中学生は食べさせられないと言ったのに、最終的に全員で食べる羽目になる。さあそれでは一斉に一口でパクッと一口でね、ガブって全部言っていただきましょう。それではお願いします。どうぞ。せーの、最初はね、そうでもないですよ、じわるから。後半後半からじわってくる。そこまでべらぼうじゃない。カンチまずい、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 じわるから、ずっとじわるから。ラーチャーひどいから。待って、やばい、待って、じわるのよ、じわるのよ。以上、仲間とプログラムバトルでした。さあ、ということで今回のエンディングになるテンション低く誰かスタッフ死んだでしょ。何か泣いてんけど。さあいいですか。みんなの関係性がいかに上っぺだけの薄っぺらい関係だったかと。これはもう中学生2人は恨んでよしです。もうお姉さんたちが決めなかったからこうなってしまったからね。まあ特にもうなーちゃんが1人食べればよかったです。なーちゃんが犠牲愛を出せばよかったのに、なんでか知んないけどトークの後半なーちゃんはいけるっしょのトークで結構進んでたのにね。まあこれ全員が食べる羽目になりましたけども、さあこのチャンネル史上始まって最悪のローテンションのエンディングでございますけども、まあ前回のわさびとかの方がねきつかったりしたんで、まあ今後もこういう風な、まあこういうこともありますよ企画でっていうことですから、いろいろ頑張ってチャレンジしていきましょう。大丈夫みんな口数減ってった。あと記憶がちょっと飛んでる人がいる。もうこれまだ持ってるからね。持ってるからね。全てを、全てを吐き出すと思ってる。さあ、ということで、今後も、バラエティ動画を不定期で配信していきますと、放送に関しては、あやしむさんプロジェクトのツイッターをフォローして、配信を見逃さないようにしてくださいということでございます。さあ、ということで、今後もいろいろチャレンジしていきたいと思います。まあ、皆さん、いや、なーちゃんとかもうね、傾向分かったと思いますけども、徐々に企画の難易度が上がってます。はい、前は優しかったんですが結構体当たり系が多くなってきてますんで、今後もいろいろやっていきたいと思います。今回皆さんありがとうございました。また次回会いましょう。さよなら。泣いてね大きくなる。